今回なんですけども、私、謝罪しなきゃいけないことがありまして、それはですね、おはようございます。よし。今回なんですけども、皆様のおかげで、チャンネル登録者数3000人突破することができました。本当にありがとうございます。いやー、それでですね、ちょっと、ここでですね、ちょっと私、皆様に謝らないといけないことがありまして、私、全国のですね、ハードオフをめぐって紹介しているわけなんですけども、その中で、いろいろといただく機会がありまして、それをですね、ツイッターとかで紹介するんですけども、それをですね、ちょっとし忘れたというか、できなかったというか、まあ、はい。せっかくご好意でいただいたいものをですね、紹介しきれなかったものをですね、この動画で紹介させてください。そのいただいたものはこちら。今回ですね、いただいたものは3点。こちらをですね、紹介したいと思います。まずは1点目。たまごっち。こちらなんですけども、当時売られていたこのたまごっちの姿がですね、ガチャガチャとして登場したものなんですけども、いやこれですね、名前出しがちょっとわかんないんですけども、だからですね、ちょっと K さんってちょっと呼ばせてください。K さんがですね、SNS でですね上げてるのを見てすごく欲しがっていたら、これですね、プレゼントっていうかですね、半ば強制的にいただいたって言った方がちょっと正しいかもしれませんね。いや、あの時は本当に失礼いたしました。そして K さん、本当にありがとうございます。いつかですね、自分がもっともっと力つけてたらですね、いつかコラボしてほしいです。その時はよろしくお願いします。続いては2点目、謎の紙袋。こちらですね、もう名前が出てるのでちょっと言っちゃいますけども、ハードオフを全国制覇したゆうゆさんからこちらの紙袋をいただきました。いや、いただいてからですね、かなりちょっと時間が経っちゃいまして、これもですね、本当に申し訳ございません。早速こちらですね、ハサミで丁寧に開けながら中身をですね見ていこうと思います。多分ですね、ちょっと私のもう予想だったら、ゆうゆさんって言ったらあれが出てくると思うんですよね。いざ開封。出ました、スーパーファミコンのソフト、ゆうゆのクイズ。いやー、こちらですね、ゆうゆさんはですね、ツイッターとかでもこちらのソフトをですね大量に集めてるイメージがありまして、それをですね1本分けていただきました。本来でしたらこちらのソフトをそのままプチプチがついたまま保存しようと思ったんですけども、ふとですねちょっと気づいたことがありまして、それをですねちょっと確認していきたいと思います。ハードケースに入っていますね。そしてですね、こちらのスーパーファミコン、状態がめちゃめちゃいいんですよね。これはもしかしたら、こちら、いやー、そしてソフトも本当にこれ日焼けもせず、勝手にですねこれ未使用品だと思ってるんですけども、いやー、こんなですね未使用品をいただき、ゆうさん本当にありがとうございます。3点目はこちら、ハードオフのストラップ。いやー、こちらですね、名前出していいかちょっとわからなかったんで、ちょっと名前はちょっとですね一旦伏せますけども、だけどこちらの方はですね、私にとってハードオフ巡りで本当にお世話になりました。本来でしたら私が本当に逆になんか贈り物をしなきゃいけないと思ったんですけども、こんなですね立派なものをいただき本当に感謝です。 S さん、本当にありがとうございます。これからもですね店舗に寄った時はよろしくお願いします。
今回はですね、こちらのいただいた商品をですね3点ご紹介することができました。いや本当遅くなってすみません。他にもですねいただいた商品がいろいろあるんですけども、こちらも順々に紹介していきますので、よかったらですねチャンネル登録をしてですね、この動画をですね盛り上げていただければ本当に嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。